きらめきをバッフに詰め込んで、君が笑う楽園まで行こう RTA 第4部、始まるよ。前回、初の事務戦をクリアし、ついでにペパー先輩の真の目的が明らかになりました。今回はまず、大ジャンプとダッシュを覚えたコライドンと共に、パルデア中のゴミを物拾いしてやるぜ。ひもじい。あーひもじい。東3番エリアで拾うのは、土まみれの不思議なアメちゃん。一つ目を見つけたら、足場からケツジャンプで戻ります。次は前方の穴ぼこ。たまに大王道を行く待ち伏せゾウさんがいるので注意。二つ目回収。これは僕が責任を持っておまわりさんにお届けします。タンブルウィードみたいに転がっているのは、新ポケモンのあの草くん。さ、ゴーストタイプです。ナタネさんにぶつけたい。東3番エリアのポケセンは、しっかり踏んでブックマーク。幕の下。ちっこくて見えにくいポケモン、モンスターボールに見せかけた爆発物などに気をつけて、先に進みます。あれ、ポケモン世界って、実は危険なのでは？プモモ。援軍。頭頂さ。一発成功いいぞこれ。プルッケ山道からナッペ山を駆け巡り、回収、ブックマーク。Safe driving. 回収、ブックマーク。Safe driving. って感じで。10分くらいバトルもなし、見どころもなし。このままでは視聴者兄貴たちを退屈させてしまうので。うわあああああああ。慌てんじゃねえよ。こうなったらタクシー、高速移動だ。先ほどから回収している経験飴は、剣盾から登場したアイテムです。24年ぶりにポケモンを遊んだので、初めて見たときは、もうほんとにびっくりした。不思議な飴は、ポケモンのレベルを1上げて、溜まっていた経験値は切り捨てられますが、経験飴は、サイズに応じて経験値そのものが増えるのです。ストレッチパワーが全身に溜まってきただろう。したがって次のレベルまでに必要な経験値が増える後半は不思議な飴。低レベル時代は経験飴を使用した方が効率よく育てられますね。まあそれも経験値タイプによって変わりますが。はぁ？当たってへんやろ。どう見てもおかしいだろ。そもそも位置がちゃうやろ。審判境村じゃねえのかおい。オチが可愛いので許しちゃる。ここら辺の野生は今のカラミンゴに比べてレベルが高く、逃げ失敗でボコられると危険が危ないのですが、追突するポケモンといえばボチくんやユキハミくんみたいな鈍速ミニマムポケモンばかり。たまに人懐っこいアルクジラくんが、テレポートで突然目の前に飛び出すことも、ありますあります。カラミンゴくんは、キャツラより素早いので素逃げで十分。ただし、希望の花や花鳥など素早い相手には、ピッピ人形を使って安全に逃げましょう。振っても振ってもまだ振り山ぬ雪山。犬は喜び駆け回り、飼い主半袖通し寸前。ジムで少し休ませていただきましょう。お邪魔します。あ、生徒会長。偶然？本当？語るに落ちたな。非売品の下痢止めを3ついただきました。寒いとポンポン冷えるからね。毎度不穏な捨て台詞を残していく生徒会長、いろいろありがとな。2番目に挑戦するジムは、パルデア最強と噂のナッペ山ジム。嘘だよ。受付だけ済ませて。正式な申し込みは後で人をよこす。次の町へ、レッツゴー！高いところ3から着地すると、足がジンってするので、可能な範囲で壁に引っかかって滑り落ちる遠回し。しかし申し訳ないが、やりすぎは NG。かえって遅くなります。何、通信などもはや大した意味もなかろう。高い山ほど見下ろすときには気持ちいい、はっきりわかんだね。まだ先は遠いけど。
チラチラ見える、ボールを手で遊ばせながら突っ立っているキャラクターは、戦えるトレーナーです。びっくり仰天、俺とあいつの目が合えば、それが始まりの合図。ではなく、本作は話しかけてからバトルになります。おったまげたな。目が合っただけでバトルだと、生徒会長がパルデア全土のトレーナー生命を、断ちかねませんからね。ジョークが好きなんです。気にしないでください。冗談はさておき、そろそろ雪山ハイキングも終わりの時間がやってまいりました。雨広いツアーの終点は、西3番エリア、チャンプルタウン、チャンプルタウンでございます。高橋克実、43歳。まだまだ人生の途中、と思いきや、終点。チャンプルジム到着。生徒会長どこ？ここ。経験アメイムを24個、L を9個、カラミンゴの喉にドバーッと流し込みます。もっとうまそうに舐めろよ。一気にレベル56。もう気が狂うほど気持ちええんじゃ。拾った技マシンで、アクロバットも覚えさせたら。おお、我々は、地球をこの手に握ったも当然である。おお、それにしても、生徒会長はどうしたんだろう？いつもいてくれたから、当たり前のようにいると思ってた。なんでもないようなことが、幸せだったと思う。PV で見た気がするポスターが貼っているお店は、宝食堂。チャンプルジムのテストはここで行われます。本来は街中にいる学生を蹴散らして情報を引き出し、そこからヒントを集めるという、かけらの場所を記す地図をサルベージする作業ばりに、時間がかかるテストですが、幸い注文の内容は固定です。常連限定メニュー、腹にぶち込んでやるぜ。お、お座敷席がバトルコートに。バトルコートが食堂にあるのはもちろん、受付に戻らずリーダーと戦えるなど、チャンプルジムはいろいろと特殊ですね。そんなジムを守るのは、非凡サラリーマン、青木さん。サラリーマンにジムリーダーにヒントを出す係まで、しれっとこなすスーパーマンです。んで、変な目が死んでる。うっす。わざわざ外食してまで焼きおにぎりを頼むのか。それほどのうま味。でもレモン丸ごと乗っけるのは、どうなの？いや、こういうのが、こういうので。本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。お酢お願いします。初手根っこあらは、ハウ君を思い出してもっこりしますね。腹ごなし。僕も初回は裏メニュー層あたりの裏技で。腹の中がパンパンだぜ。目覚ましなったぞ、ケリーパー。ケタブリではなく、アクロバットですが。弱点つかなくても倒せるからね、このレベル差じゃしょうがないね。は。のこっちが進化しよった。発売前に紹介されたキリン力といい、今回は追加進化が多くて。いいじゃないか。たびたびこぼれる上司への小言。ひどい人なんだろうな。青木さんのエースはムッホーク。カラミンゴの特性が肝っ玉なら、威嚇は無効。倒すのに2ターンかかりますが、千鳥足でも攻略可能です。というか、特性で左右される場面が、あと一つくらいしかなかった気がす。格闘技が効かない相手には、飛行技を打つので、ゴーストタイプにケタブリを当てるシーンはないんですよね。なんかあったかい。気だるげなのにサービスしてくれる青木さんすここびらん。
前回のコルさんのように、他のジムリーダーはみんな、別タイプのポケモンをテラスタルで専門タイプに変化させるのですが、彼は元のタイプをパワーアップさせるテラスタイプを使用します。不思議だね。カラミンゴくん、足が埋まってるぞ。大丈夫かいな？一生一緒にいっぱいしましょうよ。あ、隣いいっすか？いっぱい食べる君が好き。過去作では、バッジごとに何でも言うことを聞いてくれるレベルが決まっていました。本作はフリーシナリオの都合上、個数で決まります。年を取るごとに公開と、一日が過ぎてゆく恐怖を感じるんでしたよね。おごられちゃった。ありがとなす。ごちそうさまでした。はい、ここテストに出ます。やってらんね。八作先生は、アカデミーで美術を担当しており、さらには四天王の一人だそうです。パルデアは二足のわらじを履く人が多すぎるっぴ。多芸多彩な人材ばかり。まずうちさぁ。ムラムラジェラシーやるんだけど、嫉妬の炎焼いてかない？夜も更けてまいりました。社会人自慢の技、から元気で、あと4時間。だからよ、止まるんじゃねえぞ。うわっ！うわっ！うざまの中だ！攻略本を見るに、青木さんは5番目に挑戦するのがおすすめのジムリーダーです。5番目、ノーマルタイプ。千里さん。つまり青木さんは僕のパパスである可能性がビレゾン。西3番エリアで物拾いを終えたら、ケツジャンプで1番エリアに飛びます。何なのか？いや、ねえ、ねえ、だろ。カラフシティは、砂嵐に包まれています。近くにバンギラスがいらっしゃるの？処理が重くなりますわ、お控えくださいまし。制服砂まみれで、笑っちゃうんすよね。先ほど食パンを加えて走っていった女子高生は、ハイダイさん。カラフシティのジムリーダーです。慌てんぼうのおじさん、財布も持たずに買い出しに行ってしまいました。今お姉さんがバッジをくれたら、財布の中身も拝借できて、みんなハッピー。そんなことしたらパパに怒られちゃうだろ。無理のない範囲でできるだけ早く、ハイダイさんに財布を届けましょう。じゃあ俺、セルクルジム行ってくるから。テーブルシティ西に飛んで、ボランティア活動を交えつつ、南2番エリアのセルクルタウンを目指しましょう。回収品は不思議な飴と意地っ張りミント。飴に関してはもう、説明しなくてもわかるよな。意地っ張りミントもその名の通り、攻撃が上がりやすく、特攻が上がりにくくなるステータス補正がかかります。補足すると、性格や味の好み自体は変わりませんし、卵に遺伝する性格も変化しません。高個体値メタモンにミントを使って性格遺伝を画策し、失敗に終わった兄貴姉貴も多いでしょう。僕も、序盤は性格関係なくレベル差で押し切り、中盤は意地っ張りミントでブースト。ラスダンの素早い相手に、せっかちミントを使う予定でしたが、いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないからね。これはね、ミキプルーンのない、小さいくせに当たり判定があります。下エリアの竹林はないのに。ジム前で手持ちをグルトン短期にしましょう。中に入ると彼女が来ますからね。お邪魔します。あ、もしもし、ネモさんですか？どうもこんにちはーす。後をつけてんだろ？白状してくれよ。当然、選択肢に意味はありません。知らなかったのか？大魔王からは逃げられない。いや、全然。
僕を死刑にしてください。言わんこー。ワンワンワン。3回目の生徒会長戦。手持ちも3体に増えて、御三家も進化しています。見れませんけどね。グルトーン。惚れ惚れするやられっぷりだー。遭遇率が高いので勘違いされがちですが、彼女との強制バトルは全6回と、さして多くありません。比較的オーソドックスなバトル数です。歴代のライバルで逃れられない戦闘が多いのは、7発ハウ君と、8連発ホップ君ですね。へっ。ダメよ、7時半に空手の稽古があるのを付き合えないわ。今日は休め。バトルが終わったらセルクルジムのジムテスト。手持ちをカラミンゴに戻すのもお忘れなく。オリーブ転がしは、パルデアの収穫祭であります。豊作を願う祭りで作物を蹴っ飛ばして転がすという感謝祭と歌っておきながらモコモコをボコボコにする祭りに似ていますね。行き過ぎ、あー行き過ぎた、行き過ぎました。これは行き過ぎだから OK か。準備ができたら会場へ。ここで暗転したまま動かなくなったことがあるので豊作より真剣に祈っておきましょう。ほっ、すごく大きいです。今回のジムテストはオリーブ型の玉をゴールにシューするだけの一見簡単なお仕事です。しかしこのオリーブ玉、サンドイッチの具材並みに安定しません。サンシャインのドリアン並みにコントロールがつかねえ。まあそう、コツとかよくわかんなかったです。玉がでかいんですかね。適当に大ジャンプして、適当に運んで、パパパッとやって、終わり。仕上げは徒歩で微調整。大きいの入れてやるからな。ボールを相手のゴールにシュート！超エキサイティング！君の人生は全て、私のこの手の上で、転がされているんだよ！うせやろ。帰ってこれたー。はっはー、生きてるー。はっは。出発の前に、手持ちをしっかりカラミンゴ一匹にして、いざ鎌倉。次の獲物は対空の主。西一番エリアの山頂から、ストーンをストーンと落とす不届き者です。あ、対空と読みます。大空ではありません。岩をほかすなんて、危ないわー。急に湧くな馬。そいつは一体何者だ。どこの馬の骨だか。一番やつだ。うんこの量が多すぎる。だが、かつてデスマウンテンを踏破した勇者の前では、赤子同然。ひるむことなく中へ入っていきます。ちなみに当たっても少しひるむだけで血まみれになったりボケ戦に戻されることはありません。ヘビクイワシのように美しい外見から放たれるクソみたいな岩。虫戦3回目オッスお願いします。どちらの鳥か、上かな。落とし鳥は飛行悪タイプの新ポケです。優雅な見た目とは裏腹に大きな音のするものを高所から落として喜ぶ低俗な悪癖を持っています。専用隠れ特性は岩運び。岩技を使うと攻撃特攻が 1.5 倍になり、あー水素の音ー、あーいけません。このゲームは少し処理が重たいのですが雨は本当にまずいですよ。戦闘中はあまり気になりませんが、
フィールド移動時や貸し込み中に雨が降ってしまうと、全く同じ操作をしても、処理落ちでタイムが1分ほど変わってしまいます。ある意味、本作最大にして最強の敵と言っても過言ではないでしょう。プレイヤー側に天候を変える術はありません。イベント後には、止んでいることを祈ります。お、マジ！あまりにも神々しい。パルデアの未来を背負うポケモンですわ。ペパー先輩お疲れ様でした。早く雨宿りしないと。お体に触ります。そういれば今回は全く引きませんでしたが、イベント中はかなりの確率でポツンと落っこちたボールが地面に埋まっています。いえ、イベントに限らずですね。床ボールは室内マップで多発します。実害はないです。パルデアではよくあるこった。気にすんな。落とし鳥が守っていたのは苦スパイス。好き好んで苦味を摂取する人なんているんですかね。あ、コーヒー。生ビール、生ビール。あー、まずい。もう一杯いただきます。クソまずそう。コライドンくん、ギャッスラッス。いいところに。お腹減ったでしょう。僕の分もいっぱい食べて、どうぞ。喉詰めないように気をつけてゆっくりしゃぶれよう。あ、コライドンさんも食べて。うまいか？速攻性ありすぎー。ライド技、波乗りを習得しました。水上移動が可能になる、いつものあれですね。ほほう。先輩によると、主ポケモンはスパイスの成分で巨大化しているらしいです。ワン、ワン、ワン。いえいえ、遠慮なさらずに、もっといいことずくめにしてやるからな。今日もいい天気。敬虔な祈りが通じたのか、雨も止みました。この博士はほんま、落とし鳥に人の心まで落とされましたの。落とした。次はロースト砂漠に潜む巨人の出身の主。マリナードタウンの住民によると、見たこともない凶暴な生物が大地くんを踏み鳴らし地震を起こしているとか。不思議な雨と意地っ張りミントを決めてパキ決め状態のガタイで向かう。違う、これはミントじゃ。一分ぶりのペパー先輩は、地震の揺れで気分が悪いご様子。休むときは休んで、元気プラスで冒険に行こう。なんだあのでっかいもの。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。当時は若く、机で寝るプロでした。その結果がこれだよ。こんな大人にならないために、勉強の時間だ。2回目の授業です。1限目は相変わらずの生物学。今回は卵の作り方を、実技で教えてくれるそうです。ごくり。育て屋が廃止され早数年、いよいよ預かり屋まで消え失せ、ピクニック中に盛り始めるようになりました。卵はポケモンが人間を信頼して預けてくれたものです。だから責任持って育ててくれるとジニア先生嬉しいな。まさか理想の子じゃなかったら逃がすなんて、そんなひどいこと皆さんしませんよね。
お次はタイム先生。前回、元ジムリーダーと言いましたが、妹さんは現役ジムリーダーです。7世代までは、1会計につき、プレミアボール1個だったので、たとえモンスターボールを99個購入しても、おまけは1個でした。8世代から、20個購入で2個、30個で3個と、会計をまとめてもケチられることはなくなりましたとさ。お前また若くなったな。初回は見慣れない生徒がいると、転入生の存在に唯一言及するレホール先生ですが、2回目以降はこの独特な挨拶で授業が始まります。好き。歴史以外興味なさそうなくせによ、生徒の顔覚えてんのかよ。好き。目が合ったとわかる表情の動きがいいっすねー。サンディ作品ならではの表現がいいよいいよ。千年先。先生方は成人ばかりなので、不正解パターンでもあんまり間違ってる、と強く言わないのですが、彼女はがっつり不正解を突きつけます。ツッコミもいいぞ。パルデアの大穴に並々ならぬ情熱を注ぐレホール先生。ああ、一緒にエリア、ゼロに遠足行きたい。タイムマシンって、ドラえもんじゃないんだから、さすがに無理っすよ。答えは聞いてない。選択肢やめろ。裏技で解放されるコウジ先生の授業ではありがとうはありがとなすでしたね。今回はデリシャス、ハオチー、ボーノ、ウマアジ、どういう意味かわかるかな。うん、おいしい。まあなんだかんだ日本食が一番。納豆ご飯最高や。コミュニケーションの第一歩は、相手を褒めること。でも、どんなにいいことだって、間が悪いとカチンと来たりするかもしれない。目と目だけで通じ合えや、こんなことないのに。昼飯前の授業は、バトル学。内容は座学だけどな。宝探し、うん、大好きさ。今回はテラレードバトルについて、肌先生にご教授いただきましょう。まあ、レイドバトルという名前からも察する通り、剣盾のマックスレイドバトルみたいなもんですね。ポケモン GO is GOD でもおなじみ、クソ強野生ポケモンを大多数でポコポコする戦闘です。バトル学は吸引力半端ねえ選択肢多くて困る。木肌先生はミモザ先生に強引な医療行為されてそう。されて。そういえば、ミモザ先生の紹介がまだでしたね。保健室にいる保健師さんです。クリア後のおまけでエアっちゅうほど絡むので、楽しみにしてちょ。レイドバトルは勝利すると、ボールを投げてポケモンを捕獲できるのですが、4人対1匹で戦っているのに、プレイヤー全員が捕獲できる仕組みがうにゃぴ。見えないだけで、4匹の集合体と戦っているんでしょうね。エッジポイントも通常の何倍もありますし、ギャー、深まる先輩。四天王の八作先生が先輩呼び。こいつはただものじゃねえぜ。かわいい。通常、テラスタイプはそのポケモンがもともと持っていたタイプになります。複合タイプなら、どちらかランダムですね。しかし、前述のテラレイド、イールドに生息する固定シンボルのポケモンは、全く別のテラスタイプを持っていることがあります。そしてもう一つ、チャンプルタウンにある宝食堂にて、好きなテラスタイプに変えられます。食堂なんだから、金さえあれば注文させていただけるんですよね。最後はサワロ先生。サワロ先生のパルデアの大穴に立ち入りたい？立ち入りたくない？すごい傷薬は、6世代まで回復量200、アルセウスでは150でした。どうしてイレギュラーは発生するんだろう？本作はアイテムボール以外に、マップで拾えるアイテムがあります。ミントや王冠が店売りになっているパルデアですが、基礎ポイントを下げる木の実など、まだまだ非売品アイテムはたくさんありますので。
これからも、落ちているものは積極的に拾う。それでは、また次の授業でお会いしましょう。